島田雅彦は、日本の小説家、法政大学国際文化学部教授、俳優。東京都に生まれ、1965年に、川崎市へ転居。神奈川県立川崎高等学校を経て、1984年に、東京外国語大学外国語学部ロシア、語学科卒業。大学在学中の1983年。 海燕掲載の優しい左翼のための記憶曲でデビュー、芥川龍之介賞の候補となる。1984年、無誘王国のための音楽で、野間文芸新人賞を受賞。擬曲活動も行い、僕は、模造人間、どんなあんな未確認微光物体と、郊外の新興住宅を舞台にした、若年層の生活を奇抜な語彙を用いつつ軽妙な筆致で描く作風で、 新世代の作家として注目を浴びた。1987年までに6度、芥川賞候補となるもすべて落選する。長編、夢使い、レンタルチャイルドの新似と物語を完成後、1991年にソビエト、チベット、ケニア、ジャマイカと世界各地を放浪。1992年、悲願先生で泉教科文学賞を受賞。 1991年、湾岸戦争への自衛隊派遣に抗議し、唐谷幸と中上健治、津島優子、田中康夫らと共に、湾岸戦争に反対する文学者声明を発表した。1993年、規制の文学賞への反発から同目、反文学賞を主催、第1回の受賞作に、奥泉光、ノバーリスの引用を選ぶが、これは一度きりの開催であった。 幾度かの文体の変化や扱うモチーフの広がりを忘れられた帝国、自由主刑などに反映させた。2003年には自らの代表作とすべく書いたという無限可能三部作を完成。彗星の住人はその後、ジュニア、バタフライとして2004年にオペラ化され、台本を島田自身が担当、西エグ明が作曲する。 ジュニア、バタフライは2006年にイタリアのトッテ・デルラーゴで毎年開催されるプッチーニフェスティバルで島田自身の演出で再演された。三種とはオペラ、中心蔵やカンタータ、天外、太鼓について NHK 全国合唱コンクール高校部門の課題曲、また明日などの音楽作品を手掛ける。1998年に 近畿大学文芸学部助教授に就任2003年からは法政大学国際文化学部教授2000年から2007年まで三島幸男小選考委員を務める2000年に死のボクシングに参加第4回世界ライト級王座決定戦で平田敏子を破り王者となる翌年の第5回世界ライト級王座決定戦でもサンプラザ 中野の挑戦を破り王者を防衛する。2006年、大敗姉妹で伊藤製文学賞を受賞。2008年、カオスの娘で芸術編章文部科学大臣賞を受賞。2010年下も半期より芥川賞選考委員となる。2016年、巨人の星で毎日出版文化賞を受賞。ありがとうございます。